いや、レベル2でつまずくとは思わなかったな、これ。マジかよ。くそー。はい、まあ、ちょっと待って。ちょっと待って、そっか。ここにしまっちゃったんだね。あったあったあった。ちょっとじゃあ伝説の武具についてのおさらいだけど、思い出すだったかな。伝説の盾。はい。王の命を受けて伝説の盾の逸話について研究をしています。ゴイルの像から南にまっすぐ突き当たって左手を壁につけ、そのまま壁伝いに。ちょっと何言ってるかわかんないけど、最初の茂みを調べよう。あ、これザム神官のやつだな。はいはいはい。ちょっと長いね。スフィーダの盾を探して旅をしているものだ。これだからそうだよね。盾だよね。ダメかもしれない。まず北へ突き当たりを東。ちょっとこれも何言ってるかわかんねえな。十字路を北に進み、西の十字路を南に進む。十字路。なんだったっけ？どっかの洞窟に、なんかあるっていう情報は得てたんだよ。盾ね。どっかの洞窟の中でそういう、だからそのなんとか、なんだっけ、像があったりとかするんでしょ、おそらく。ちょっとわかんねえなー。結構見てきたけどね、いろんなところ、いろんなとこ見てきたけど、わからんねー。まあ尺の問題もあるのでね、もう11時40分近くまで来てるから、ちょっと、まあ、ブラブラ動画になりますか、あとは。ねえ、敵と戦いたいからな、ここ、ちょっと上上がろうか。海底寄りだったら、上に上がった方がエンカウントするんじゃないかな、多分。あんま変わらんか？あんま変わらないか。いやー、ベストドレスはちょっとこれ何気に悔しいぞ。次回はもっとおしゃれしてね、挑もうか。男じゃないとダメっていうね、縛りもちょっと厳しいけど。あららら、これは浅瀬が邪魔して、浅瀬が邪魔してるな。あれ、こいつらで熟練度上がるかな。いや、大丈夫だよね。そこそこ強いよね、こいつらも。この敵も。OK。しびれクラゲ。かわいいな、こいつ。OK。ああ、上がるね。OKOK。ヘビー級。ヘビー級、飛び膝蹴り。なるほど。ここで飛び膝蹴りを覚えるのか。これは潜って。超えないとダメと。ういっ。もう大体、大体、いろんなとこ行き尽くしたよな。ちょっとわからないね。どうしたらいいんだろうか。これなんだっけ。あーはーはー、なるほどなるほど。ここじゃないな。なんかないかな。あ、これはこれ、あ、なんか見覚えあるけどね。はい、ぽくりぽくり。ああ、あれだ、鏡姫の時に来たやつかな、ここ多分かもしれないね。はいはいはい。この辺とか
か行ってないけどね。おっと、ちょっと待って、洞窟あるぞ。ちょっと待って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 。東の方行っちゃうと出ちゃう、抜けちゃうんだ。行ってみるか。これまだ来てないもんな、そういえば。ほい。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。ああ、敵強そうだぞ、これ。大丈夫か？大丈夫か、これ。うわー、意味ねー。意味ねー。どうすっかなー。この洞窟行ってもね、尺的に。中途半端になりそうな気もするんですよね。やめとくか。ちょっとこれ次回行こうにしとこう、これ。あれ？あ？なんかおかしくね？え、ちょっと待って。なんかおかしくね？なんだこれ？あれ？今、あれ間違えた？まあいいや。 OK、 回復回復、えい。うわー、先にも来てえな。先生取りたい。よーし。こっちだったっけ？ハイオーク。いや、ちょっとここワンランク、ちょっとね、敵強いんじゃない？いやー、マジかよ。痛恨の一撃、きついな。あれ？嘘？やばい！そういうダンジョンなのか、ここ。迷った迷った。ちょっと待って、ちょっと。どうしよう、どうしよう。で、リレミットだ、リレミット。リレミットで脱出しよう。そういうことか。ここか、もしかして。盾あるっていうのは、その、なんか、それっぽいよね。OK。なんかそれっぽいな。はい、なんかあのギミックがありそうな感じのヒントだったもんね。あっと、ごめんなさい、ちょっと乱れましたね。はい、はい、北へ突き当たりを東に、一つ目は十字路を北へ進み、西の十字路を南に進むべし。だからこれがヒントになってんだよね、多分。ここだな。一体だけではまるで雲をつかむような話で、もう多分この洞窟のことなんじゃない。十字路ばっかだもんね、ここね。ほれほれほれ、多分そういうことでしゃろ。リミット、ちょっとやめときましょう今回は。これ次回行こうだな。場所こういうとこ、あのなんだっけ、鏡姫でなんかあったところの北だね。オッケーオッケー。よし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 。まあ、次の配信につながる、まあね、展開を残しつつって感じで終わろうか。あとは他に何か、いろいろ材料残して、今日の配信終わりたいけども、まあ、あの北のライフコットに行って自分、ね、自分の本体となんかこう合体するイベントがあると思うから、それ進めるか、今の洞窟をちょっとまあ攻略していくかって感じかな。いやー、あのね、ベストドレッサー、何度も言うけど、ベストドレッサーがさ、結構あの、引きずってんのよ。
まあ、あとは今日の配信で勇者になれなかったっていうところですね。ああ、こればっかりはちょっと残念。まあ、あと一、ね、星一つで勇者になるから、あの洞窟進んでいくうちに、もしかしてスーパースターマスターしちゃうかもしれない。ちょっとそれは、避けたいよね。途中、道中でさ、スーパースターマスターしちゃったら、もうあの、リリミットでダーマ神殿戻るんで、はい、熟練度無駄にしたくないから、戻るので、まあなんだったら今ちょっと、熟練度上げするか、そうするか。いや、ダメだよね。今上げたもん、いや、次回行こうだな。お楽しみはね、次回以降に残しておこう。いやーもう楽しみですね。勇者になった時どれだけ能力が跳ね上がるのかなみたいな。よいしょ。まだあと30回ぐらい多分バトル残ってるんじゃないかな。多分。よし。よし、どうだ。35、35、26、あーでもまあまあまあ、あのダンジョン行ったら多分上がるな、すぐ上がっちゃうねこれね。オッケーオッケー、じゃあ次回だな勇者になるのは。よし、あそうだ、ちょっと余った時間で、余った時間でちょっとスライム格闘場行ってみるか。スライム格闘場、スライムさ、ちょっとこれ装備整えてあげようぜ。これどこ行ったらいいかな。カルベローナかな。ちょっと待って、ガンディーノ、ガンディーノ行ってみよう。ガンディーノでの、どこだっけ、スラリーなんか装備できるのあるかな。あーないな。じゃあカルベローナだ。カルベローナ行こう。ダーマ神殿、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりでね、申し訳ないけども。よし、さあ行こうか。カルベローナで、まあ武器も買いたいけど防具も買いたいんだよな。防具、スラリン、どうだろう、スラリンが装備できる防具ってあったっけ。ちょっと行ってみようか。どこだったっけ、こっちだったかな。これでもあれだよね、バーバラ専用みたいな。あでもできるな、魔法の鎧、盾は装備できない。マジカルスカートも装備できるんだよこいつ、スラリン。魔法の鎧買ってやるか、スラリン。よし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 。あとは、あとは装備できないね。はい。了解。カルベロビュート、これ装備させたいな。スラリンに装備させたいね、これ。炎の爪打ったらいけんじゃない?シルバートリアス残しとこうか。炎の爪打ったら、いけるでしょう。うわ、ギリギリ。ギリギリ。ちょっとこれ、スラリンに装備させといて。OK。あとはなんか袋に入ってるやつで装備できるのある？スライム、それこそスライムの服とか。これ装備できないかな？できるけど弱い。
スライムピアスは、スライムピアス、あ、攻撃力が上がるんだ。これいいな。まあ、あとは銀の胸当てとかも無理だよね。だよね。まあ、まあまあまあ、これで一回、スライム格闘場行ってみよう。スライム格闘場は、どうだったっけ？上の世界だったよね、確か。違ったっけ？いや、上の世界だったよね。よし。あの、ベッドで行った記憶あるから、魔法のベッド、空飛ぶベッド。で、あれだ、あの、北東でない、北西の島だよ。それは覚えてる。違ったか？あれ？北西の島じゃなかったっけ？違ったっけ？まあいいや、行ってみよう。メダル王と若干被るんだよな。どうだったっけかな。北上していこうか。いや、ここだよね。そうそう、水門開けたもんな。よし、行こう。あー、ちょっとスライム連れていかなきゃいけないのかな、もしかして。はい、なんかもうアモスが主人公みたいな感じになっちゃったね、これね。はい、行ってみようか。これ宿屋か。あ、宿屋だね。高えな、おい。高えよ。プルスケ。はい。プルスケのやつ、また逃げ出したが、いたね。ブルブル。いたね。ビビってんのか？チーム。あ、この辺探索しなかったか。スライムの服。あー、やっとる、やっとる。いけない、私また来てしまったの。こんな野蛮なものは見てはいけないってお母様に言われたけど、あー、やっぱりダメ。この刺激はたまらないわ。キャーキャー。なるほど、格闘技好きな子なのかな。あー、何やってんだよ、そこでパンチだ。手はないか。それキックだ、キックだ。あ、キック、キックだ。あー、足もなかったな。もう、なるほど、スライムじゃねえやつ戦ってんじゃん。メトロスライム逃げた。それ走れ、もっと早く。そりゃふふ、どうだよ、私の自慢のメタルスライムは。足の速さだとのスライムにも負けはしないぞ。まあ、いつでも逃げてばかりで勝ったことは一度もないがな、か。ははは。なるほどね。お菓子や演出をするスライムの入場口でスライムしか入れませんよ。スラッチ。ほうほうほう、わしは強いスライムが大好きじゃて。試合に勝ち抜いたスライムには素晴らしい商品をプレゼントしておるぞ。わしのチャンプを倒せるほどのスライムに早く会ってみたい。チャンプこれか？ガルルルル。なるほど。これがチャンピオンなのね。これが今一番強いスライムのチャンプの石像だ。俺は未だにスライムの顔が見慣らし見えるのだが、こいつにはわかるようだ。なるほど。プルルン。なるほどね。スライム一筋30年。わしの育てたスライムが頑張ってくれてな、結構いい商品をもらったんで。商品見たいな。何もらえんのかな。ちょっと気になるね。なんかベストドレッサーでもらえそうな、ね、使えそうな、なんか、もらえりゃいいんだけど。どうかな。格闘場で優勝すると豪華な商品がもらえると聞いてやってきたのはいいのですが、私のスライムはランク A の1回戦で負けた上、どっかに逃げちまって、遠方の子。あんたもスライム、はい、来ました。いいスライムはなんていうか、そう、目を見りゃわかるんだよ。目をさ、熱いな、こいつ。この俺様のブルータスは大したもんだぜ。なんとランク E まで勝ち抜きやがったんだ。お前もか、ブルータスみたいな。頑張りやがって、このプルコーメは。はは、さあ、好きなだけ飲め飲め。なるほど。まあ面白いな。まあ育成を楽しむみたいな感じが。この拡張、はい、そうです。なかなか強そうなスライムを連れておいでじゃないですか。きっとお客さんも名の通ったスライム調教師なんですね。いや、そういうわけではないんだが。ここには世界中からスライムで一山当てようって連中が集まってくるのさ。なるほどね。あー、まあ一回挑んでみないことにはちょっとわからんな。商品知りたいけど、どっかで教えてくんないかね。
あ、これ教えてくれるかな。あ、教えてくれないか。まあいいや、挑んでみるか。アモスじゃない、違う。スラリン。説明を聞きますか。8つのランク、あ、これも8つのランクに分かれてんの。それぞれ素敵な優勝商品が用意されています。あー、見せてくれるんだ。あー、まあ下のレベルはそんなでもないよね、商品は。でも D のあたりからちょっとあれじゃない、気になるね。スライム、アーマー、氷の刃、キラーピアス、メタルキングの盾、ドラゴンの悟り。はい、どうだろう、ベストドレッサーで使えるかな。最高ランクで優勝するとチャンピオンとの最終決戦が行われます。なお最高のランク以外は優勝してももう一度チャレンジできます。はい、ただしその場合体力や魔法力を少し落として戦うハンディ戦となります。ではスライム、ああなるほどね、オッケーオッケー。じゃあ A で。わあ、お金くそ高えな。おい、これまたランクあれだね、多分上に行けば行くほどさ高くなるんだよね。あれ、あのスライムのあれ行ってみたいですね。あの入場口だけ。うわ、スライムナイト、いきなり、あ、余裕か。まあ言ってもレベル1、レベル A だからね、初体験コースみたいな。これさ、魔法いっぱい今覚えてるから、魔法ジョブできた方がいいのかな。どうなん、いやでもその後 HP 低くなるしね。どんなもんなのかな。いや、もうこれで魔法使えねえしな。まだあと2000ぐらい残ってんでしょ。あー、ちょっとどうなのかね。力で押し切れりゃいいんだけど、これもうスライムじゃねえよな、この辺はもう。あ、オッケー、あざーす。あれ、終わり。あ、そっかそっか、この後チャンピオン戦ってわけじゃないんだ。風の帽子、はい、風の帽子。あ、バニーのお姉さんにチューされた。いいね、風の帽子。守備力が上がる。あー、これかっこよさも上がるよ、これ。何気に、いや、めちゃめちゃかっこよさ上がるよ。これなかなか使えるんじゃないか、風の帽子。どうよ、これでさ。いや、まあお金がねちょっと不安だけど、いや MP 消費しちゃってるけど、ちょっとスラリン挑んでみる。入門クラス、あー、ギリギリいける。よし、ちょっと MP ちょっとない状態だけど行ってみよう。はい、どうだ。はい、どうぞ。うわー、いっぱいいるな、おい。あ、MP 回復してた？もしかして。回復した状態で挑ませてくれんのか。まあまあまあ、この辺は楽勝だな。もう MP ねえよ、もう。一戦目にして MP 使い果たしちゃってるよ。まあいいや。まあ、あと殴るしかできないからね、頑張って。もらいたい。2000なんとか頑張ってくれ。まあ抜け殻へ、大丈夫。いやいや、強いね、こっちのスラリンも。力で押し切れるんじゃない。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。いや、無知装備してきてよかったわ、これ。よし、これスラリンちょっとどこまで勝ち抜けるか、ちょっとこれ興味あるね。まあでも今お金ないからな。お金、魔法トラ、はい、魔法トラもう一回いけ。効かない。ちょっとこれ魔法トラ連打とかすんじゃねえだろうな、これ。あ、12奪った。はい、
奪うだけ奪って今度あれかい、普通に殴るのかいこれ。よーし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 、オッケーオッケー、これ結構いいとこまでいけんじゃない、甘いかね。まあいいとこ多分ね、いきなり強くなるランクがあるんだよね、レハイバのブーメラン。はい、もう今となっては使わないけど、スラリンさん、はい、刃のブーメランね。まあいらねえわな、これはな。だいぶ片落ち感がある装備だけど、もうお金ないから挑めないけど、おそらくこの辺もいけるんじゃないかなっていう気はするな。だから多分 D のあたりからきつくなってくるんだと思う。まあもうお金もちょっと貯まったら挑みに来ても面白いかもしれない。オッケーオッケー。まあ風の帽子がね、ちょっとまあベストドレッサーで使えればいいなぐらいの感じかな。よっしゃ、12時過ぎたので、じゃあ今日はここまでにしようか。ダーマ行ってセーブして終わろう。はい、 OK。 はい、主人公が勇者になるのは次回に持ち越しですね。はい、次こそはかね、もうほぼほぼ勇者になれるんじゃないかなっていう気はしてます。 OK。 よしよし OK。 じゃあ今日の生配信はこれで終了です。ご視聴ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。